山です。ふみです。わかって TV です。今回はわかって TV おなじみ英語講師森哲先生のとこお邪魔してます。よろしくお願いします。また怒られてんじゃないでしょうね。部屋が汚いとかで怒られてちょっと待ってくれ。今回は森哲先生に予備校の闇というテーマでトーク企画しようと思ってて、ね、確かに業界は闇に包まれてますよ。おお、詳しいんですか予備校の闇に関して。まあ普通の人よりだいぶ詳しいところですね。いろんな世代の人と会って喋ってるので、はい、タレコミがたくさん入ってる。いやもうびっくりするぐらいですね。びっくりするぐらい。喋ってくれんの分かって TV のために。 P 多分今までで一番出るかもしれないけど、やっちゃおうかなと思います。まあ、視聴者の想像でね、うん、楽しんでもらうというか、はい、誰の話かは想像してください、はいはい、分かって TV。 そもそも予備校って闇があるところなんですか。まず闇しかないんじゃない。闇しかない。ただ昔より全然クリーンですけど。昔ってなんかどれぐらい前の話ですか。まあ、一番ひどかったがやっぱ90年代。90年代コンピューターが入ってない時代なんか、はいはい、もうブワーって夏期講習現金でこう払うわけじゃないですか。もう受付が懐入れてましたから、ね。やばっ。予備校の受付の人が受付の人がお金入れてる。横領塾。やばい。それだけど巨額のお金が動いてた時代なんで、はい、やることもえげつなかったわけですよね。もう蹴落とし蹴落としで、授業ではね悪口を言うっていうのが当たり前。他の先生の悪口を言う。それ何のためですか。相手を落とすことによって自分が上に上がる。いやもうつまり高田風味ってことですね。ほらそうそう。兄弟以外は全部クズ。いやもうええと。まあ授業中にやる、はい、さらには講師室でやる。講師の控え室で、はい、ちなみになんかどういうなんか誹謗中傷があったとか、 なんか一番よくあるのは教え方じゃないですか、はい、そういうのがまあ授業中とかであるんですけど、はい、講師室になるとこの生徒はあの先生とできてるとか、ちょっと生徒との恋愛、そうそうそう、そうかまことかみたいな、そうそうそう、あらぬ噂を立てて蹴落とすとかっていうのは、はい、上等手段だったりしますね。で実際先生たちもめちゃくちゃ手出してたんで昔は。今は少ないです。少ないって言ってた。いや、今はそんなことないと。そんな時代じゃないですけど、はい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 、もう昔は1ヶ月に1回変えるとかっていうのも、先生がいるっていうのも言われてましたし、一番すごいの聞きます。聞きたいわ。ちょっと、やばいやばい。ちょっと、待ったみたいな。予備校の多目的トイレね。ちょっとね、お前。今の世代でもないし、はい、その人自体はいないですけど、はい、超イケメン。女の子はキャーキャーで、男たちは嫌でも別の先生に行って、はいはい、でこっちで、まあ、女性とが、はいはい、まあ、残ったっていう感じなんですけど、はい、その女性と全員に手を出したっていう伝説の、はい、ちょっと、どういうこと。まあ、それでクビになりました。もっと1人目2人目で気づいといてほしかったな。視聴者のみんなを熱心に教えてくれてる先生も、うん、あ、もちろんもしかしたらみたいな。いやいや、そっちかい。真面目な先生の方が多いと信じてます私は。なるほどなるほどね。ただやっぱ稼いでる先生たちは、はい、そりゃね、はい、ちょっと僕、ね、気になることがあるんですけど、はいはい、予備校の中で一番収入が多い先生、はい、それはもう当然一番有名な先生。いつやるか。いや、わかんない、ちょっと。一番この人稼いでるだろうなって先生は林先生。あ、もうぶっちぎりでしょ、それはもう。それはもう、予備校という場でだけもらうお金で、はい、お校を超えられるのは彼しかいない。はぁ、まあ、林って名前の人は稼ぐんですよ。いやいや、ちょっと待って。もう一個気になるのは、予備校の合格実績って闇やなと思ってるんですよ。合格実績に関する闇話とかなんか聞けないですか。まあよく言われるのは名って書いてあるけど、はい、あれ被ってるやつがめちゃめちゃ多いっていうのがまあ言われるやつですよね。でしかも予備校同士で被ってたりするわけで、模試受けてたらもう数に入ってたりするんで、模試受けただけでも実績に入ってたりもするとかね。そういうのもあったりしますからね。うわあ、俺東大オープンの東大実践受けたんやけど、それカウントされたらどうしようと思って心配したんやけど、まあ受かってないからそもそも落ちてるから関係ないわ。数字にはまあマジックがいっぱいあるわけで、やっぱこう伸びてるように見せるじゃないですか、グラフをね、とかっていうのもあったりして、はい、何そのくくりみたいなのがあったりするわけです。総計ってやってたらグラフが上がらないから、はい、総計上智にしてみたりとか、はい、総計上智だと上がってないから総計上理科大って出して、なるほどね、なるほど、グラフが上に見せるように
とにかくグラフが上がるように見せるっていうのはよくいろんなところで、はい、まあ分かんないですね、いろんなマジックがあるから。まあ数字のねマジックといえばね、 B 山のツイッターのフォロワーも2万人いますけど、はい、多分ほとんどファンじゃないっていう、はい、おそらく、うん、今日も滑りますね。じゃあ僕もう一個いいですか。はい、はい、特待生の闇とか。あー、これは確かにきついね。高校野球とかでもね、私立の高校がめっちゃ野球上手い人とかで通わせるみたいなことがあったりするけど、予備校でもなんか合格実績稼ぐためにみたいな、まあ、ありますよね、それはね。やっぱりね、受かりやすい人は安くだったりとか無料で入れるっていうようにするっていうのはまあやってますね。これはまあしょうがないというか、今でもやっぱ合格実績ってものに惹かれてくる生徒が多いっていう事実があるんで、やっぱここの数字は赤字が出てでも作んなきゃいけない、はい、なんてことを言ってんだろう。ちょっともし予備校講師クビになったら、あの分かって意味に感じる。めちゃめちゃ下まで怒ってるから。ほらお前例えば開成とか奈良とか、はい、名だたる進学校の大体何割ぐらいがその特待で予備校に通ってるんですか。でもほとんどでしょ。ほとんど、いや僕100万円払ってましたよ、1年間。ああ、それだからやっぱ受かる見込みがない人だから。いやいや、受かる見込みがない。そんなはっきり言われると思わない。すごいショック。ある意味、上の人の中では常識やったりもするわけでしょ。そうです、そうです。もちろんだって彼らは無料のものをね、常にもらってるわけですからね。それ指子隠してるじゃないですか。堂々と言えばね。ねえ、そう、堂々と言えばね。高田君の高卒みたいに堂々と言えばいいよ。いや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 。歌いましたから。歌ったからね。しっぽり歌い上げました。確かにな。聞いてらんなかったよ。俺の歌の話はいいね。先生と先生やっぱりエスカレートしちゃって、あ、そういうの、もうそのエスカレートがすごい。誰先生と誰先生なんですか。いや、いっぱいすぎて基本的に派閥が派閥教科とかはもうまたいで、はい、ああそうそう、またいとか、あ、英語と数学と高校の先生で一つの派閥とかも、ボーシスで始まっちゃったってこと。森哲さん、そういう時どうしてですか。おーって止めるんですか。いやいや、俺の時代じゃない。対立の、そもそも理由ってどんなのが多いんですか。まあだから悪口言ったとかじゃないですか。ああ、片方が悪口、なんだこの野郎みたいな。そうそういうので、すごい揉めることになるっていうのが多いですね。はい。ちょっとバキュー入れるのちょっと一個教えてください。ちょっと気になって、もう寝れないですか。ちょっと、まあだから、世代で有名なのは、これば、ちょっと世代やな。世代っすね。B 山世代やもん。片方は今でも超有名な先生。はい、片方は、がっつり B 山世代っす。30歳じゃないと知らないっす。いや、もうやめろ、お前。それだったら、そうだし。ああ、そこも。そこも。そこは今も、はい、もうめちゃめちゃ有名な先生。なんかどういう戦いがあったんですか。授業中に、もうお互いの悪口をもうパンパン。暴露合戦みたいな感じ。暴露合戦。一部とね。みたいな。いや、やめろ。お互いがお互い暴露してみたいな。そういう感じ。ちょっとこれもビッグネームです。絶対みんなが知ってる。絶対知ってるやけど。え、だってそれがあったから。ダメ、やめなさいよもう。ちょっとだあ。いやいや、うるさい。うるさいお前は。あの、ごめんなさいね。僕、キャラとちゃうんですけど。これ以上は怖いっす。いや、怖いってなんでお前。予備校の皆さん、やっとっちゃダメです。やめろ。予備校文春です。やめろお前。ちょっと一個で聞いていい。社長とかよ。はい、最後の森哲さんがこの先生は消したいって人は誰ですか。もうそんなそんな人、僕敵なんてね、そんな作んないわけですよ。相手、誰ですか、消したい人。そんな…いないっすか。じゃあちょっと、はい、僕からも一個いいですか。そう、はい、今なんか予備校業界で一番女遊びがすごいっていう、はい、そういう先生、はいはい、場合によってはバキューですよ。大物すぎるとバキューにつきますよ。やっぱほら昔はこう生徒手出してたけど、はい、まあ、最近も生徒じゃなくて卒業した後とか、はいはい、まあ、大学生とかにやっぱ手出すみたいな人がすごい多いかなっていうか、はいはい、でまあ、一番って言われたら、はい、山火とかな。おい、B 山、お前、おい、なんで俺の名前出んねん。いつの間に。俺予備校講師じゃないぞ、しかも。おい、なんか女子大生に常に手を出してる。まあ、ね、まあ、若い女性好きですよ。若い女性好きです、はい、はい。若手 TV と武田塾は無関係ですっていうのは、今日ちょっとテロップ太めに返す。いや、おい、やめろ、お前。今
今日はちょっといろいろ、はい、ちょっと闇教えてもらってありがとうございました。子供の頃は知らなかった闇が、ね、はい、ちょっといっぱい聞けちゃって、ね、で、まあ、ちょっとね、悪口言いすぎてちょっとめっちゃ小物に見えちゃいますけど、あの英語の実力は本物なんで、すごいですね。僕も東大受験とかお世話になりましたし、はいはい、森手チャンネルの方でもね、あの英語の勉強法とか喋ってるんで、もしよかったら見てあげてください。お願いします。皆さん、チャンネル登録と高評価、概要欄からツイッターとインスタのフォローもぜひお願いします。じゃあ今日はこの辺で、バイ。